国鉄 C51 蒸気機関車、C51 蒸気機関車、C51 型蒸気機関車は、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道院。1920年、鉄道省に、海蘇が1919 19年に開発した、幹線旅客列車用の大型、後には中型転打式蒸気機関車である。 当初18,900型と称したが、1928年6月に C51 型と改称された。愛称は4、5、1。島安次郎の指導の下、九9600系の設計を担当した朝倉喜一が設計主任となって開発が行われた。諸外国で高速機関車に好んで用いられるパシフィック型軸配置、2C1 イコール先は2軸。 同輪三軸、十輪一軸を国産設計の蒸気機関車としては初めて採用し、設計にあたってはアメリカ合衆国から輸入したアルコ社製8900系の装着したコール式一軸新向き外側軸箱式受代車が参考にされ、このことから8900型に続くものとして18900型という形式名が与えれた。本形式においては、 常用最高速度を時速 100km として計画され、設計当時のドイツの機械学会の推奨する動輪の常用最大回転数から逆算で 1750mm という設計当時の狂気用蒸気機関車では世界最大動輪直径が導出された。この動輪サイズは以後、 国鉄の旅客用大型蒸気機関車の標準サイズとなり、太平洋戦争後の C62 型に至るまで踏襲された。このような大直径動輪を採用すると、ボイラーの中心口が引き上げられるが、8900型と同時期にドイツから輸入されたボルジヒ社製8850型で、 ボルジ飛車の推奨に従いボイラー中心口を 2438mm として問題なかったことと、これを参考として8850型を上回るボイラー中心口として設計された9600型が高成績を上げていたことなどから、8850型をやや下回る 2400mm に抑えつつも高いボイラー中心口を許容している。ボイラーは、 通常の三貫道構成で、貫道部の内径と、ひどこ面積を8900型と同一としているが、電熱面積の増大を図って、キセル長が 5500mm と8900型に、比して 500mm 延伸され、この値は、以後の国鉄正式蒸気機関車の標準値となっている。大枠は設計当時としては、一般的な 25mm 厚の板材による、 いただい枠である。道輪は前日の通り 1750mm 径のスポーク式で28,962号機までは17本のスポークを備えていたが、接損事故対策として28,963号機、後の C51164 以降は18本に増強されている。弁装置はワルシャート式でピストン号を長くして、 メインロッドを短縮する設計の8900型とは異なり、ベルリーナ社製8800型に倣って、ピストン棒を短縮し、メインロッドをやや長くし、第二動輪を主動輪としている。テンダーは、当初、上円を直線で通した17メートル形だったが、18940号機、後の C5141 以降は、石炭8トン、水17トンを、 積載可能な8から17型が標準系テンダーとなっている。なお、後期分では C53 型と同じく石炭搭載量を12トンに拡大した12から17型テンダーのものも見られる。また、1930年の超特急、円運行開始時に専用牽引機に指定された C51、171 20、208、247から249は、 東京名古屋間ノンストップ運転実現のために、テンダーを水槽容量の大きい C52 系の20メートル、後期型と振り替え、かつ水30トンを、積載可能な水槽車、円運用時代は、C51247 から249の番号が与えられていた。後の幹20系を増結する、関係上、水槽車との間には、給水管、テンダー上部には、 通風管や、ホロ枠を設ける改造が実施されている。いずれも、後半組み立て式台枠、板羽根のボキー台車を装着する。28,901号機 c 5 1一0 2以降では、空気ブレーキ装置の装備が始まった。歩み板を2段として、歩み板と道輪の間にスペースを取り、第二道輪上の歩み板下に、 空気ダめが取り付けげられ、運転室床面から歩み板への距離も上に延長され高くなっている。1919年から1928年の間に、鉄道院、小浜松工場、汽車製造、大阪、三菱造船所、神戸において合計289両が製造された。最初の18両は国鉄各工場で部品を分担製造し、 浜松工場で最終組み立てを行うといった珍しい手法が取られた。これは試作的なものだったらしく、性能試験などを行った後、民間メーカーでの量産が開始された。量産系の内大部分の249両は、記者会社が独占的に製造。他に、三菱造船所が1926年から22両を製造している。 従来と比較して飛躍的な性能向上を実現した機関車で、牽引力、高速性能、信頼性において高い水準を達成した。1920年代から1930年代には、主要幹線の主力機関車として用いられた。1930年から1934年まで、超特急、園の東京名古屋間牽引機を務めたことは、有名である。 また、C51-239 は、両機 C51-236 と共におし列車の専用機関車に指定されており、1928年11月の昭和天皇のご大令から1953年5月の千葉県下植樹祭までに牽引回数104回という大記録を打ち立た、昭和時代後半の EF58-61 に匹敵する存在であった。 しかし、輸送量の増加や、重量の大きな構成客車の主流化などによる、牽員定数の増大に伴い、後続の C53 型や C59 型などに任を譲り、1930年代以降東海道、山陽本線の優等列車牽員からは退いて、片幹線に転ずる。1939年には、陸軍の要請により16両。 C518.2830.33 から35.8895.96116.130から132.173175.178いずれも、墨山式給水加熱器を装備が標準機仕様に改造の上供出され、中国の河中鉄道に送られた。主に江南を中心に南京上海間で運転された。 中華人民共和国成立後も存在し1951年、休憩、中音記号、パシとなり、後 SLQ 型となったが、1990年には存在せず形式消滅している。戦後も適度な大きさから、地方幹線の旅客列車牽引に徴用されたが、製造年が古いため、動力近代化計画が実行に移されると、早々に廃車が進められ、 1965年に全車が運用を退いた。最終廃車は1966年2月廃車の C51-251 である。なお、晩年に至るまでの改造は非常に多岐にわたり、末期には原型に近いスタイルを保った車両を見つけるのは困難であったとされる。製造後間もない頃から昭和初期にかけ燃焼率や 効率の改善を目的と資格管理局ごとに様々な改造を施された車両が存在した。いずれの車両も試験期間が終了した後は原型に戻された。廃車が早かったため公園や公共施設での保存者は皆無だが、鉄道保存展示施設や鉄道施設での保存例はある。C51 号が大梅鉄道公園鉄道博物館に C5144 が、秋田総合車両センターに、カットモル。C5185 が、鹿児島総合車両所に、カットモデル。おめしきの C51239 が、京都鉄道博物館、旧梅工事蒸気機関車館に保存されている。本機は1962年10月に廃車となったが、その歴史的経緯から解体されることなく、 新潟鉄道学園に保存され、教習用にボイラーを切開して展示されていた。2年後に起きた新潟地震では被災したものの、復旧されている。1972年梅工事入りに際し、長野工場で整備された。ボイラー周囲を新生の上搭載されたが、生態保存が前提であったため内部までは完全に修復されておらず、車席も復帰していない。 おめし仕様としての数々あった特殊装備、給水ポンプを取り付けず、単式空気圧縮機を2機搭載は新鶴見区からの転出時に一般化改装され、淡水車は水槽容量の大きい20メートル型のままであったが、晩年様々な改造を施された量域の多い中にあって、おおむね油キ搭載後の政治に近い形態を保っている。このように現存する。 C51 型はわずかに4両のみであり、3両がカットモデル C51 号も1982年の土砂災害により被災転落しており、完全に形状を止める個体は解無である。文字機関区で62号機が石灰モデルとして使われていたが、後年に解体されて現存していない。18,900系の製造順と番号の対応は、 1>, 1番目が18,900、2番目が18,901、3番目が18,902、100番目が18,999となるが、101番目は万位に1を加えて28,900とした。その後も同様で、下2桁を00から始め、99に達すると、次は万位の数字を1つ繰り上げて再び下2桁を00から始め、 という不満法とした。したがって、100番目ごとに万位の数字が繰り上がり、200番目が28,999,201番目が38,900となる。このため、ナンバーと製造順を対応させる公式は、次の通りである。万の位の数字 -100 した2桁の数字プラス1イコール製造順、また、 1928年の消防規定改正による C51 型への改版については番号順に18,900を C511、18,901を C512、38,980を C51,281 とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。